会うことになりました。東方神起が主題歌を担当するのは黒木メイサさん主演の映画スバル。クラシックバレエ界の頂点を目指す主人公が踊るボレロをイメージして作られた曲だということです。西尾さんはすごいですね。ねえ、上井さんが何を感心したかというと、はい、西尾さんがこれ 1,2 回しか